高審判とは、正教会、カトリック教会で、憎みの復活の後に、イエス・キリストの栄光の再臨の時に行われる、すべての人をその言ってきた善悪により裁くとされる、審判。死審判と区別される。世の終わりには、イエス・キリストの約束と復活の保障により、すべての憎みが復活する。憎みの復活とは、天主の善能によって、世の終わりに、 霊魂が再び元の憎みに合わせられることであり、その根拠となる、聖書箇所は、墓の中なる人々ことごとく天守の声を聞くとき、来たらんとす。かくて善をなしし人はいでて生命に至らんがために、復活し、悪を行いし人は、審判を受けんがために復活せんである。憎みが復活するのは、人の善後と悪行とは、霊魂と、憎みとで言ったので、 肉身も共に審判を受けて終わりなく、称せられ、あるいは罰せられるために復活する。肉身の復活の後に、高審判があり、その選書箇所は、またい十四時三十分マイナス三十三マルコ十三時二十六分である。高審判の後に、全人は、霊魂、肉身共に天国に行き、永遠に楽しむのであり、これを終わりなき生命と呼び、その選書箇所は、 これ、我が父に祝せられたる者よ、世界海美より、何児らのために備えられたる国を得よである。高審判の後に、悪人は、霊魂、憎みともに地獄に行き、永遠に苦しむ。これは、終わりなき死と呼ばれ、その戦書箇所は、呪われたる者よ、我を離れて、悪魔と、その死闘とのために備えられたる永遠の日に入れである。高審判の行われる目的は、 1. 1天守の知恵と正義とが、すべての人に認められ。2. イエス・キリストが、すべての非造物の前に公営を得。3. 善人と悪人とはそれに値する。名誉さは地辱を受けるためである。カトリック教会には、ある煉獄の教えが、正教会には存在しないことがまず挙げられる。また、死審判、天国、地獄を合わせて4、終わりと呼ぶのは、 カトリック教会の用語、生理である。また、カトリック教会に存在する著名な数々の、高審判、地獄をめぐる芸術作品のもたらすイメージについて、聖教会はこれを否定している。高審判をテーマとする絵画作品としてはミケランジェロによる最後の審判など、聖法教会に多数の重要かつ著名な作品例がある。神の怒りを歌った、ディエスイレは、 高審判のモチーフとして出てくる。高審判の遺婚性教会では、ダンテやミケランジェロの作品に示された地獄や、高審判のイメージについて否定されている。不主教、イラリオン・アルフェーフはこれらの作品によりもたらされる、イメージにつき、物質的でそやな継承とし、永遠の苦悩の概念が歪められたとしている。特に、ミケランジェロの作品については、 侮辱と血統王託等のスコラ的教えであり、政教的理解と相入れる点が少ないとしている。手のひらインソフロニー・サハロフは、ミケランジェロは、天才的な能力を持っていたが、方針的テーマにおいてではなかった。ハリストスは当然中心的存在には、違いないが、我々が知る神の啓事によれば、ハリストスは愛なのである4、8。しかも、 最後の審判においてさえ神は人を愛し続けるのであると述べた。ありがとうございます。